天神駅は福岡県福岡市中央区天神2丁目に所在する福岡市地下鉄空港線の駅。九州最大の繁華街である天神に位置し、七熊線の天神南駅や西鉄天神大牟田線の西鉄福岡駅との乗り換え駅として機能している。駅番号は K08。駅のシンボルマークは福岡市出身のグラフィックデザイナー。 西島伊がデザインしたもので、5つの丸を円形に並べたもので、天神様を意味する梅の花をイメージしている。関区駅長所在駅で天神関区駅として、東駅名の浜間を管理している直営駅である。2019年度をもって名の浜関区駅が廃止され、東関区駅に統合された。明治通りの天神交差点周辺直下に位置する。地下1階に、 天神地下街と連続するコンコースと改札口、地下2階に、島式一面2線のホームがある。改札口は、地下街を挟んで東側に東口、西側に中央口と西口の3カ所で、改札機は全部で42機ある。地上と地下の出入り口は16カ所ある。七熊線天神南駅へは1回改札口を出て、天神地下街を歩く構造になっている。 当駅付近の設計は、福岡市が、実際の工事志向は、大林組と、若地区建設が担当している売店は東口に、あったが閉鎖され、西口と中央口の間にファミリーマートがある。2018年度の1日平均乗車人員は84,380人で、あり、空港線の駅として、また、福岡市交通局の駅の中で最も多い。 近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。商業施設交通公共機関、サービス等ホテルその他、七熊線へ円は一旦改札を出て、天神地下街を介して、天神南駅で乗り換えとなる。天神駅の改札内を出場してから120分以内に、天神南駅の改札内に入場する場合に限り、天神駅と天神南駅を、 同一駅扱い都市、営業機路を通算した運賃で乗車することができる。ただし、普通乗車券で乗車する場合は、乗り換えのために、天神南駅で出場する際に緑色に塗られた、乗り換え専用改札機から出場しないと、乗車券が、改札機により回収されてしまう。早川県、守護課にもかなどの IC カードで乗車する場合は、どの改札機でも営業機路の通算が可能である。 乗り換え時間を利用して、買い物や、用務などをすることが可能だが、単純に乗り換え目的だけで利用する場合は不便で、あるとの評価がある。乗り継ぎ客の利便を図るため、天神、天神南の領域事務所で、荷物用カートや、ベビーカーを貸し出している。1日乗車券であれば、どの改札でも自由に出入りが可能。ABC、福岡市地下鉄事業概要令は2年度。 福岡市交通局 P52021 年1月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年7月3日閲覧福岡市地下鉄事業概要平成26年度福岡市交通局 P52015 年5月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年7月3日閲覧 福岡市地下鉄事業概要平成27年度福岡市交通局 P52016 年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年7月3日閲覧福岡市地下鉄事業概要平成30年度福岡市交通局 P52019 年6月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年7月3日閲覧 AB、福岡市地下鉄事業概要令は元年度。福岡市交通局。P5、2020年2月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月3日閲覧。大林組100年史。この時代の工事昭和49年昭和53年。頃から大林組公式ウェブサイト。2014年10月4日、閲覧。 駅別乗車人員の水位福岡市交通局、AB 乗り換えのご案内天神天神南、福岡市交通局、地下鉄、七熊線、天神駅、天神南駅接続、現実的には困難。読売新聞。オリジナルの2009年9月12日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20090912003446/httpqp 読売 COJP ニューススプ29507から606401ニュース2 9 7 0 2ニュス ht00623HTM2015 年5月26日閲覧ありがとうございます